ポール・ギャリコはアメリカの小説家、ニューヨーク生まれ、1919年にコロンビア大学を卒業。彼の作品の多くは映画の原作に使われて成功を収めてきた。1941年に発表したスノーグースもその一つで、これは彼の決定的に重要な作品の一つであり、また小説ポセイドン・アドベンチャーもハリウッド映画化されている、ニューヨーク市生まれ、 彼の父親はイタリア系で母親はオーストリアからの移民である。両親は1895年に移民としてニューヨークにやってきた。ギャリコが初めて名前を知られるようになったのは1920年代のことでスポーツライター、スポーツコラムニストとしてであった。彼はニューヨークデイリーニュースのスポーツ欄の編集者をしていた。彼のキャリアはプロボクサー、 ジャック・デンプシーとのインタビュー記事で始まった。彼は、デンプシーに自分とスパーリングしないかと問い、ヘビー級チャンピオンのパンチがどんなに重いか身をもって体験したことを書いたのである。彼は、その後、ディズイ・ディーンの投げる速球を受けたり、ボビー・ジョーンズとゴルフしたりということを続けた。彼は国民的な人気記者となり、アメリカで最も高級鳥のスポーツ記者と言われるようになる。 彼は、ゴールデングローブアマチュアボクシング選手権も始めている。1942年、ルー・ゲイリグ・ヤンキースの誇りは、映画、打撃王の原作にされ、スポーツ映画の古典とも言える。1930年代の後半、スポーツ記事を断念して、小説に向かい、雑誌向けの短編でまたもや大成功を収めた。多くの作品は、サタデイ,イブニング・ポストの小説読み物のベーツに、 掲載された。スノーグースを含むその大半の作品は、これらの雑誌向け短編小説を書き足したものである。短編、スノーグースは、1940年に、サタデーイ,イブニングポストに発表され、1941年、オーヘンリー賞を受賞した。ありがとうございます。